どうもこんにちは、シンデリーメンバーの高橋です。本日はですね、あなたを引き出す自己分析、あなたの知らない強みの著者である古野さんにお越しいただきました。古野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、古野さんにお越しいただいて、で今内定が なかなか取れなくて困ってるという2、3卒の学生に来ていただきましたので、まあ、面接に受からない、 ES に受からないといった悩みと、自分に合った会社が分からないというような2つの悩みを解消していきたいなと思います。ということで、古野さん、就活生の方、自己紹介をお願いいたします。はい、ヒューマンロジック研究所の代表をしております古野です。まあ、去年一昨年とですね、このシリーズですね、あなたの知らないというシリーズで、いわゆる自己理解をし、そして他者理解をしながら組織を活性化しましょうでやるとか、まあ、学びの本を書かせていただいて、まあ、3作目にですね、この就活生向けにやはり自己理解、まあ、自己分析をするための本を書いてます。そういう意味で皆さんがですね、自分を知っていただく、そういうきっかけになればいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの概要欄に貼ってるのでぜひ見てみてください。ということで、レノンさん、自己紹介お願いいたします。はい、近畿大学に通っておりますレノンと申します。大学時代は主に海外留学に力を入れておりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レノンさんは就活はいつ頃から始められたんですか？そうですね、就活は3月1日から始めました。はい、はいはい。今内定の方は？今内定はゼロですね。最終面接とか行ったりしてるんですか？はい、最終面接は何個か行ってますけど、はいはい、ちょっと通らないかなっていうのが悩みですね。じゃあちょっと早速あのお悩みを解決していきたいなと思います。はい。じゃあまず一つ目なんですけど、ES 面接でなかなか通らないということで、はい、ちょ事前に入ってきていただいたものがあるので、そちらをまずはじめに古野さんに添削していただきたいなと思っております。はい、はい、そうですね、まずご自身のね、はい、強みっていうのを明確に分かってます？まず分かってないですね。分かってない。そう、事前に、まあね、FFS の診断を受けていただいて、はい、拡散性というね、認識、それから弁別性、それから受容性という認識が高くて、はい、興味を持ったらすぐにやってみようと、でやる以上はできるだけ無駄なく合理的にやる、はい、そして結果的に人のためになればいいんで、こういう特性で、実はこういう人って日本人の平均的な失言率から言うと、少数派なんですよ。少数派なんですか？うん、まあ、少数派がいいのか悪いのか、はい、ですね。ちょっとまずはじめに ES の方の添削をしていただいてもよろしいでしょうか？はい、そうですね。全体的な印象としてはどうですか？全体的な印象としてね、個性からとか経験から言うと、うん、割とガクチカはきらびやかなんですよ。そう、私も思いました。きらびやかになるだろうなって思う。すごいたくさんやったことがあるので、はい、普通だと大体ガクチカが書けなくて悩んでる学生が、はい、多いに対してはすごい書けるんですね。はい、で書いてる割に伝わってこない、人柄とか人となりとか、こういう苦労したんだけどもそれを乗り越えたよね、はいはいはい、だからそういう人となりとかストーリーが見えてこないので、なんかこう自慢を並べただけにしか見えないから、どういうふうに改善していけばいいんですかね？まあ、だから一つ絞っていくと、例えばアメリカのレストランで、南米系と韓国系の人が生まれてうまくいってなかった、はい、その時に仲介に入ったと言っても、まあ、調べるのはいいよね、はい、調べてからどうしたの？調べて、もうとりあえず相手に取り入ろうとして、相手に取り入って、もう職場環境をまず改善したいなと思いました。その時に例えばね、はい、何人と何人いて一人一人そんな話、それともこの南米の人たちをまず集めてその中でも誰かに説得したか、職場環境改善したの、具体的なことが聞きたいなと思いました。聞かないとレノンさんがどういうことしたのかなとか、どういう思考のプロセス踏んでるのかとかが伝わりにくいのかなと思いました。はい、特に南米系の方々に関しても、本当に一人一人にコミュニケーションを取ってたかなって思います。そうですね、やっぱしもう働くことがもうみんな嫌って言い出してたので、そこをレノンに会いに行きたいなっていうふうに思ってたいと思いまして、その中でやっぱしもう言語をすごい学びたいっていう自分の中で意欲を出して、一つのオーダー通すにしてもずっとスペイン語を使ってコミュニケーションを取ることによって、これ間違ってるようであったり、そういう小さなコミュニケーションっていうのがいっぱい生まれてくることによって、まあ、ちょっと仲が良くなって、働く中でストレスっていうのは相手から軽減されていたんじゃないかなっていうふうに思ってました。でそのためにはスペイン語を勉強するとか、はい、細かいことでもあえてしゃべるとか、はい、でそれがアルバイトの時間だけで足らなかったら、ちょっとご飯食べに行こうとか、そういう具体的な、もう本当にあの勉強して話しかけるだけでしたね。そしたらそれだけでもいいんだけども、例えばじゃあ
その時に南米研究者何人かの全部7人、はい、7人と1人ずつ細かいコミュニケーションを取りましたよと、はい、で少しずつまず南米の人がメロン君いいよねと、うん、で次に韓国系の人が、うん、例えば何人だろうとか、うん、韓国系の方に関しましても韓国系のお店だったので、うん、それも大体5人か6人ぐらいいたかなって印象です。そしたら韓国系のお店だったらどちらかというと韓国系の人の方がこう勢力が強いじゃないか、うん、はい、でじゃあその人たちとはハングルで喋ったのその時もちょっと韓国語を勉強していたっていうのがあったので、韓国語でちょっとお話をしたりとか、もうテキパキ働いてくれる人を好むっていう傾向があったので、もう言われる前に全て全部こなして、もう相手に何も言わせないっていう状況を作ってかなと思います。でそこで韓国系の人からも気になられる、好かれるようになった、はい、そしたら両方から好かれるようになって、そのコミュニケーションの軸にまずなったわけ。はい、もうこれ好きになりましたね。そう、はい、でそういうのが知りたい、ね、うん、なるほど、うん、でそこにどれぐらいの時間がかかったの。そこ2ヶ月ですか。うーん、そういうのを書いてくれると人となりとか、うん、持ち味、うん、その時の自分の持ち味は何ですか。そうですね、相手の意図を組むっていうのがちょっと得意かなと思ったんで、だから相手の意図を組むことによって一対一のコミュニケーションができるようになってきた。はい、でも巻き込む力はまだないよね。ですね。うん、どうしたらその2つの勢力は仲良くなったんですか。はい、やっぱし仲良くなっても、うん、ただ仲いいだけじゃもう馴れ合いで終わってしまうので、その中でも僕の背中を見てっていう環境を作った方がいいかなと思ったんで、もう常に出勤した時にはもうみんながやらないといけないような作業、例えば掃除であったりとか、お客さんのテーブルの用意であったりとかも全てもう勝手に私がやって、こいつ見てたら俺もちょっと手伝ってあげたいなって思うような関係性を作ってました、ね、はい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 、分かりました。チームの一体感が生まれたっていう感じなんです。そうです。あ、でも一気に送りやすくなりました。うん、そのプロセスこそがレロンさんのいい面を伝えることになる。今の強みの言葉、一言で言うとどういう強みになるんですかね。相手の気持ちをおもんばくろというスタンスを持っている、うん、はい、ということと、自ら動ける。だからもう思ったらすぐに動いてる。はい、それが二つ強みです。だから会ってみたいと思わないと、うん、だって ES って、そうですね、これだけだとなんかすんごいことやってる自慢たらたらで、でも人としてはあんまり魅力を感じないと。うん、はい、もったいないですね。そう、もったいないね。で、ガクチカ何かありました。ガクチカもね、本当同じで、例えばそのカナダのね、はい、ラーメン屋で店長でしょ、はい、でなんで店長やってたのかなっていうのもあるんだけども、うん、3つのことをやりました、ね、赤字の店舗を立て直すために改善策3つやります。営業時間の延長、冷やしラーメンを、3つ目がデリバリーサービス、はい、まあ、おそらくそれを全部自分で考えてやったのが、うん、さっき言ったそのチーム、うん、やっぱりチームの人たちとか、その例えば営業時間を変えるってなったら本社から許可もらうの大変とか、はい、働いてるバイトの人たちも時間伸ばすのってすぐに OK したのか、不平あったんじゃないとか、分かったんじゃないとか、いろいろあるよね。はい、一番企業様から聞かれる質問です。だからそういうのがまず書いてた方がいい。うん、すごい思考のプロセスがあるといいですね。どういうプロセスを踏んで、なんか冷やしラーメンしようと思ったのかとか、なぜ営業時間伸ばそうと思ったのかとか、なんでデリバリーを始めようと思ったのかっていうのがあると思うと、一番難しいのは営業時間伸ばすことだと思う。はい、はい、といってもその大きな会社じゃなかったので、本当にもうオーナーの次に僕みたいな感じだったので、オーナーはもう言われたのが、俺はお金出すだけで、あとはレノンに任せるっていうふうに言われたんで、じゃあそのオーナーにそこまで信頼されるようになった、うん、あ、その前にあるよね。そっちが重要じゃない、うん、という流れの方が魅力的です、うん、失敗してもいいし成功してもいいからね、うん、